ご機嫌いかがですか、先輩。ほほん、と言いますと。何が？俺は友達に頼まれたからお前を連れ出しただけだぞ。友達に。まあ、後輩。いやー、友達というものは素晴らしいものですね。ああ、それはですね。普通に呼び出したら絶対断られると思ったからです。逃がしませんよ、先輩。うん、それは心外ですね。さあ、先輩、おとなしく私のもとへ来ていただきましょうか。なぜですか？こんなにも頼んでいるのにどうして？それでも先輩は逃げないと思っていました。大丈夫です、お人よしでしたから。ああ、なるほど。でもそうですか。そうですよね。私、先輩に友達と言ってもらえて本当に嬉しかったんです。嬉しくて嬉しくて。先輩なら逃げないでくれるかもしれないと信じたかったんです。テヘベロ。ですが、友達になっていただいたからといってちょっと調子に乗っていたのかもしれません。ただ、これだけは分かってください。私は決して先輩を陥れようだなんて。何ですか、もう。興味あるなら最初から素直に言ってくれればよかったんですよ。わざと、とは？ええ、それはですね、私は不思議でならないんです。どうして先輩は王子様としての才能があるのにそれを隠そうとするんですか？そんなはずありません！つい先日も先輩は私に、お姫様に手を差し伸べるのが王子様だと言ってくれたじゃありませんか！ええ、確かに。ですが、あの時先輩の言葉は同じ王子様である私の胸にも強く響きました。やはりそれは先輩の王子様力が私に勝っていたからだと思うんです。王子様として必要な紳士の心、品性、夫性、知性。あ、夫性は冗談です。見切り発車の事故率は分かっていたはずなのに。私のことはともかく、どうして先輩はその才能を表に出そうとしないんですか？待ってください、それじゃ私が恥ずかしいことをしているみたいですよ。しょうもないボケで滑ったら誰だって照れますよ。まったく、なるちゃんはどう思う？先輩はもっと王子様らしく振る舞ってもいいと思わない？とりあえず私巻き込まないで。そんな風に強がるのは恥ずかしさの裏返しなのかな。は？ちょっといちいち手触んないでくれる？いいですか、先輩。先輩は恥ずかしいと言いますが、
お姫様扱いをされて気を悪くする女性はいません。おい、さっさとこの手を離せ。ペッペッ。そんなことありませんよね、なるちゃん。照れてるだけなんだよね。どんなに頑張っても振り向かないなんて。くー、そんななるちゃんの中のお姫様を目覚めさせたい。そう考えるとやはり長峰先輩に魔法をかけた先輩はすごいです。困っているお姫様に必ず手を差し伸べる、そう信頼していたからこの場をお任せすることにしたんです。なのに、なぜ先輩はあの場面で王子様力を出さなかったんですか。いじるの禁止です。絶好のチャンスだったじゃないですか。そうですね、本来であれば自然と体が動くものですから。つうことだから俺コーラ。じゃあ俺もコーラで。私が先輩の中の王子様力が絶対に目覚めると言ったところ、面白そうだったからね。東堂さんは自信満々だったし、俺の提案で賭けにさせてもらったんだ。東堂さんもかわいそうに。賭けるまでもなく先輩の王子様力が目覚めるって言ってたのによ。賭けなんてそんなの花からどうでもいいんです。私は先輩が本気を見せてくださるならそれで。一応言っとくけど、ミキは賭けをするつもりはなかったから。文句あるならバカ兄ちゃんに言ってよね。はぁ、優しいとこ、意味わかんないし。それより私はカルペスだからね。カルペスソーダだったら許さないから。アメニティスライフ。それにしてもわざわざすみません、先輩まで付き合わせてしまって。え、あ、いえ、先輩の口からそんな言葉が出てくるとは思ってませんでしたので驚きました。嬉しいですか。加山先輩と細貝先輩はコーラですよね。私はそうですね、ミルクティーにします。ごめんね、お姫様たち。素敵なお誘いだけど、みんなの飲み物を買いに来ただけだから戻らないと。
え、東堂さんが人の分を買いに、信じられないわ。王子様にお使いさせるなんて。てかそれもだけど、王子様に持たせるなんて、またあの人なの？先輩だから後輩に何しても許されるとか思ってるんじゃない？でもあの人って、私たちでも王子様とはいつも一緒にはいられないのに、あんなに一緒にいるってことは、実はあの人すごい人なんじゃない？え？あの人がすごい人？それじゃあもしかしてあの人も王子様とか？ついに皆さんも気づいてしまいましたね。それじゃ本当に？そうです。何を隠そう、先輩こそ私のライバル、いえ、私が尊敬する王子様なんです。そういえば私、さっきあの人がプリント落とした子助けてるの見た。え、どんな感じだった？なんかね、拾ってる途中で手は重なってたんだけど、その子めっちゃ嬉しそうに走ってたよ。クゼ先輩でしたっけ？クゼ先輩も王子様っていうのはズバリ本当なんですか？先輩は謙虚ですから、自分からは名乗らないんです。謙虚なところも素敵です。でもまさかこの学園に王子様がもう一人いたなんて。気づいてなかったとはいえ、散々ひどいこと言ってごめんなさい。今さらだけど許してもらえないかな？なんて器の大きい人なの。東堂さんから彼に乗り換えちゃいそう。ということは、久世君と東堂さん、いつも一緒なのってまさかバラの関係？想像しただけでバラのようにシンクの形が。そんなことありません。先輩からも東堂さんと同じ王子様オーラが溢れ出てますから。お互い認め合うライバルなのに、決して結ばれることはない。そう、なぜなら二人は王子様同士だから。問題ないわ、現実と妄想の区別はつけてるから。お願いですか？ああ、なるほど、そういうことですか。わかりました。みんな、ちょっと聞いてくれないかな。先輩は私にとって尊敬する人物であり、王子様と呼ばれるだけの器の大きさを持っていると思います。でもそんな先輩は謙遜して、王子様とは呼んでほしくないみたいなんです。まあ、二人の王子様がそう言うなら。うん、それが王子様たちの意思なら、私たちはその通りにするわ。だからみんな、これからは先輩のことはプリンスと呼ぶようにしてほしいんです。でもどうして英語なの？それはですね、王子様だと私と被ってどちらが呼ばれているかわからなくなるからです。あれ、お願いというのはそういう意味ではなかったんですか？あー、オールハイルプリンス。オールハイルプリンス。乗りつっかみ、さすが尊敬する先輩です。オールハイルプリーズ。
アメニティーズライフ。先輩、すみませんでした。はい、悪ノリとは。それはまあそうなんですが、今のはまた別のことで、実はと言いますか、気づかない方が明らかにおかしいんですが、これまでに先輩、私のせいでみんなから非難されてたじゃないですか。むしろあれで気づかないのは鈍感を通り越して病気ですよ。でも私がこんなこと言うのもおかしな話ですが、今日のことは正直ホッとしました。ちょっとやりすぎましたかね。すみません。それで、余計なことでしたか。プリンスというのはいい流れだったので、みんながもっと親しみを持って先輩に接してくれればと思ったんですが。ぬぐ。本当ですか。はい。アメニティーズライフ。うっす、今朝はちょっと早いな。あ、プリンス様、おはようございます。あの子、お前のことプリンスとか呼ばなかった。はいはい、ベイビー、今日の放課後僕とひつまぶし食べに行かない？結構です。ただの柄悪い成金のボンボンじゃねえか。プリンス様、おはよう。今日のお昼も王子様と一緒？おい、やっぱお前のことプリンスっつってね。待ってください。プリンス様、おはよう。え、何？あいつが噂のプリンス様？なんだ、クゼのことかよ。おい、こら、お前、朝っぱらから廊下を走るな、バカ者。あ、なんだ、どこのバカかと思ったら、よく知ってるバカじゃないか。ダメだ。それに私もお前に用があったんだ。そうだよ。つーか、お前何したんだ。職員室でも問題に上がってたぞ。私が聞いてるんだ。朝からお前行く先々でクゼがプリンスになったとか噂になってるって話だぞ。そんで先生方もプリンスってのが何かの暗号で、お前がカヤマとグルになってよからぬことを企んでるんじゃないかだと。いいからこっち来い。事情は聞いてやる。